はい、おはようございます。ラストオブ動画用事です。なんと今日は弁護士の二宮先生をまあオラの取っ手木の場所にご案内申し上げました。先生おはようございます。先生、ここはですね、まあ大きなイワナと大きなクマと大きな猿もいるんですけれど、どれがよろしいでしょうか。大きいクマは嫌だ、まあ、イワナがいいです。ああ、じゃあ大きなイワナを狙っていただくように頑張りましょうかね。はい、ただですね、まあクマも猿もですね、やっぱりお腹が空くとですね、出てくる可能性もあるかと思いますんで、先生今日は鈴のご用意とか大丈夫ですね。それから万が一の時に2人でえいえいとつつく竹やりも OK ですね。はい、わ、はい、かりました。じゃあクマが出てきても訴えないでくださいね。大きな岩なのやって頑張りましょうね。では最後まで頑張るぞ。おーよしよし。というわけで、皆さん、先生の車はウィンストンのステッカーが貼ってございますので、釣り場で先生の車を見かけたら必ず先生にポイントを譲るようにお願いしますよ皆さん。はいはい、じゃあ先生頑張りましょう。はい、今回ご紹介する流れはこんな感じで、フラットな非常にフライ向きの軽装です。水もきれいですので、よくイワナが走るのが分かっちゃいますから、まあルアーやね、餌釣りではちょっと難しいかもしれませんね。とりあえず最初はですね、開き、流進、脇とその日の傾向をつかむために前面を絨毯爆撃で狙っていただきます。一通りやっていただきますとですね、だんだんその日の傾向が分かってまいりますので、分かってきたらそれからはですね、できるだけですね、反応の高い有望なポイント主体で、それ以外はちょっと流すような感じで、そんな感じでね、やっていただくことが多くありますね。ここはですね、食べ物も多い源流なんですけれども、まあ、まずはですね、最初の一匹をなんとか釣っていただこうなんて思っておりますとですね、おい、いいよ、入れてください。お見事、お見事、狙って釣りました。はい、お見事。ちゃんとこのネットにも。いやー、お見事。はい、まあまあだね。うん、ちょっと魚、そうやって、うん、はい、先生やりました。綺麗な天然のようですね。はい、ちょっとお顔を上げて、はい、釣ったのはこの方でーす。はい、場所はあそこで。ちゃんと狙って釣りました。上手、よしよし、うまいこと。二宮先生はウェーディングスタッフを伸ばしたままで釣り上がっていかれます。初めて行く渓流ではですね、やっぱり水深がわからない場合が多いので、これはとても便利なやり方ですね。最初はですね、長いウェーディングスタッフがちょっと邪魔になるんじゃないかなと道具屋氏も思っておりましたけれども、水深を測るためにはやっぱり長い方が有利なので、長いのもだんだん気にならなくなりました。それに今回のような熊のデルタにでは、まあ護身用にもね、ウェーディングスタッフは役に立つと思いますので、あるいは帰りの林道を歩く時にもね、杖代わりになりますから、やっぱりウェディングスタッフは必ずご用意されるとよろしいでしょうね。便利なアイテムです。
ここは着物ポイントの一つで、前回もですね、流氏の向こうかぬーっとですねでかいのが顔を出してくれました。今回もね、また出てくれないかなと2匹目のドジョウを狙っていただいたんですけれども、今回はですねちょっと残念なことにですね、先にねちっちゃいやつチビがですねピシャッと出てしまったので、もうそれで残念なことに本日は終わりですね。先にチビが出ちゃうとね、大物は敏感に感じちゃいますんで、お出ましなしでございました。残念。でも条件が合えば出てくるので、次回はですねぜひ必ずまた狙ってくださいね。きっと出てくると思いますよ。大物サイズはただいまのところ不発ですが、中型サイズは順調に先生釣っておられまして、よく釣っておられます。試験科目にキノコはないですから。OK、自由にやってください。おめでとう先生、ナイスナイスナイス、やったー。今度ちょっと動画だけじゃなくて、先生おめでとうございます。いいね、綺麗だね。OKOKOK、先生ちょっと待ってね。魚を持ってこっちへ見せていただくことできますか？うん。そうそう。あ、先生いい魚でよかったです。ちょっと待ってね、静止画も撮るわ。そうです。よくだけど枝引っ掛けてから出たね。はい、本当になかなか綺麗な、綺麗なやつですね。いいですね、いいですね。 OK、 はい、二宮先生おめでとう。やりました。ここはですねちょっと離れたところから狙っていただいております。木のね影、枝の影にフライをうまく出れるかどうかで、水がとてもクリアですので魚も神経質ですから、あんまり近づくとねまずいんですけど、さあ出るかな。ナイス、お見事、バッチリちょうど入った。ナイスナイス、そのまま先生やりました。完璧でしたね、本当にねえ。おー先生またやりました。 OK OK、 いやー完璧だったです。これが元祖二宮流、ウェディングスタッフをね、体を支えつつ釣り上がっていかれます。足元に自信がない方はねぜひ参考になされるとよろしいでしょう。ほらもうだんだんねやっぱりウェディングスタッフに頼らなければいけないようになってまいりましたので、もう貴重な友と呼んでもいいぐらいのウェディングスタッフです。はい先生、また釣れました。作ったのはオラですが、釣ったのはこの方です。 OKOKOK、 はいどうぞ。
二宮先生、今頑張って林道を歩いておられますが、先生今日は多分先生は孫とイワナで、はい、多分二桁いってると思います。はい、で大きいのがねちょっと最後惜しかって申し訳ない、ちょっとねちゃんと釣れるように言っといたんだけど、うん、でもまあ自然相手だから申し訳ないんで。これで勘弁していただくと、はい、私もなんとか訴えられずに済むということですけれども、あいたたたたた、満足しました。そうですか、はい、それはようございました。